こんばんは、ソエジマックスです。さあ、今日もまたビールを飲みたいと思います。札幌アイスラガーセブン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 ブルーッ。ごくシュワーッと言ってるよ。氷点熟成製法と高炭酸の力強いうまさ。高炭酸ね。高炭酸高炭酸言ってるだけじゃねえかって話ですね。限定醸造です。泡立つね。やっぱ高炭酸だからかな。いやー、いい色ですな。うん、これは第三のビールですか。リキュールですね。白熊をモチーフにした可愛らしいデザインの缶ですけども、はい、入りました。札幌アイスラガーセブン、いただきます。ちょっと、ちょっと味がきついですね。後味と匂いが、いや、ちょっとこれはビールじゃないなという。微妙。微妙。微妙っていうか、これなしだ。なしだ。美味しくない。ビールというより、お酒という感じ。食感はビールだけど、味は違うみたいな。そんな印象ですね。うまいこと言ったんじゃないか今。難しいけども、まあ採点をしましょう。札幌アイスラガーセブン、テイスト8点、バランス10点、バリュー。価格ですが、350ml 入りの缶で、141円でした。そして私の好みマイプレファレンスは残念ながら0点、トータルで39点となります。いや、ちょっと厳しい点数になっちゃったけど、しょうがない。後味とか匂いですよ、難しいと思うんですけどね。このあたりがね、やっぱりね、どうも引っかかる。これね、アルコール度数が高めなんですね。 7% なんですね。だから余計にアルコールのなんかこう味というか匂いがねつくのかもしれませんけど、いやー、でもそれを味わいたいわけじゃないんだな俺はな。やっぱビールの爽快感とか味わいがね楽しみたいわけですよ。これはちょっとだった。僕の好みではありませんでした。さあ皆さん、私のショートフィルムは見ていただきましたか。またの銃撃女子シリーズの新作をですね、アップしています。こちらで、見れますので、ぜひ、ご覧ください。Did you catch my newest short film? SGS9 ガンガオ。Please click here. You can watch it. また皆さんのね、ご感想とか、コメントとかいっぱいいただけると、すごく嬉しいです。Please give me your comment for my short film or this beer reviews.今月はね、なんとね、ちょっとね、いろんな撮影をですね、考えてて、この7月はとんでもなく忙しいぞと。すごくいろんなものが溜まってるのに、さらに撮影が先行しちゃうというですね、この夏俺はどうなるんだと。痩せるのかと。それから体を鍛えるのかと。どうなりたいんだと。そういう夏にね、しています。ソイジマックスの暑い夏がね、始まるわけですよ。っていうか始まった。まあ精一杯ね、頑張っていこうと思っております。ああ、やっぱりこれ好みじゃねえな。じゃあ皆さん、また次回お会いしましょう。 See you next time! バイ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 。